はい、どうもこんにちは、サイテマンです。パワフェス編やっていきたいと思います。1回戦で、ね、友沢たてで前回、頑張れパワフェスの福屋を手に入れたところからですね、福屋と当時を手に入れたんで、3回戦どことやるか。おー、来た、待ってたぜ。あー、こいつも欲しいんだよな。神楽坂グループ、こいつも欲しいんですけども、まあうわ、怒り強いな。まあこいつは弱いんですね、全然大したことないんですけども、怒り強いな。一流大学の方が正直勝てると思うんですけど、こいつ誰だ、波動高校。怒りが一番強いですね、圧倒的に。能力値のパラメータ見ても、怒りを手に入れたいので怒りに挑みます。勝っても負けてもね、ここは怒りに挑みます。負けるかもしれません、正直言うとね。勝てないかもしれませんという思いで見ていただければなと思います。無難に勝つならここですね、ここかここに行くんですけども、俺は怒りに挑戦します。行くぜ、来た、勝つ、負けるつもりはさらさらない。球場買うと気分も違うな。よし、この資金神聖な気持ちで試合に臨むぞ。久しぶりだな、怒り守る。ニコツベ、君もここへ来ていたのか。お前たち暁大付属ならきっとこのパワフェスに出場すると思っていたさ。ふん、確かに決着をつけるには最高の舞台だな。結果は僕の勝利に決まっているけどね。なんだと、相変わらず平口を叩きやがって。いいだろう、どちらの力が上なのか今この場ではっきりさせようじゃないか。望むところだ、覚悟するんだな怒り。さて、いよいよ試合開始だよ。いや、本当にね、負けることは考えずにやろうと思いますが、持ち込みます、ミートアップね。行くぜ、勝つぜ。鈴本は確かね、今もうバッテバテでしたっけ。いや、多分鈴本もう回復してるでしょ、前回の試合投げてないんでね。鈴本いけると思います。来たな、友沢に蛇島に、まあ能力は低いですけども、福屋か、行きますよ。日野やば、日野やばい、日野やばい、日野ちょっとやばい。これ結構いける。で、東條もいるでしょ、いけるぞこれ、やれなくないぞ、勝てない相手ではない。行きます、勝ちに行きます、マジでね。横倉の方が良かったりする、微妙だな、どっちも。いや、横倉の方が良かったりしますね。うん、これでいきます。よし、勝つ、勝っても負けてもいい試合を皆さんにお見せできたらなと思いますよ。怒りか、怒り進むもいるんですよね。怒りと怒り進むと、あとは誰がいたぐらいでしたっけ。まあとりあえずパフォーマンス見ます。こっちはね、オールスター集団なんですよ。濃い怒り。お、来た、こっちもオールスターですよ。第3回戦、この熱盛だ。いやー、熱い展開これは。怒りがね、ライジングショットがね、厄介なんですけども。鈴村全開ですね、よかった。二遊間は完璧の二遊間ですよ、こっちは。来た、怒り。天才野球エリート怒り守る。目高きプライドを胸にマウンド上に君臨します。まずは怒りと相手の能力を見ます。黒沼に、こいつか、つくも、こいつも確かサクセスキャラですよね。守る、リリースか、リリース丸か。で、負け運とクイック G は発動させてるんでね、マネージャーが。進むな、広角打法持ってんのか、進むは。怒りのライジングショット攻略すれば勝てるぞ。怖い怒り。ああ、これか、登るな。
正直苦手ですね、ライジングショットは。あんま得意ではないですね。おあと伸びもやばいと。あのライジングショットはね、伸びが強制的に、マックスになります。なったと思います、前作ではね。おお、フォッカマジか。ライジングショットの軌道だったんですけどね、正直。尊敬する相手っていうのは違いますよ。ライバル視してますからね、友澤は。名勝負、平成の名勝負ですね、これは。イカリ対友澤。待て、落ち着け。第4球を投げた。インハイ見送ってストライク。追い込まれています。高く上がってます。センターポジショニング。ライジングショットに慣れていきたいですね。あと怒りのスタミナも消耗させていくっていうことが大事ですね。天才な、生まれつきの天才でしょ、怒りって。投げました。ミッドへ一直線、指にかかったストレート。生まれつきの天才。打ちました。こっちには努力の天才友澤がいるんですよ。アウト。これで0対0で迎える2回です。6番バッターが打席に入ります。鈴本、気を引き締めしっかり抑えてほしい。ランナースタート。投球ボール、キャッチャー2塁へ送球。ああ進むか、あれ通りで。もっと警戒すべきでしたね、進むなら。打たれるわけにはいかん。怒りから1点取るのは正直至難の技なんでね。ケイ、危ない。鈴本の安定感は。おお、来た福谷、ミスターパワフルズ。怒りとて例外ではありませんよ、福本の威圧感は。フォークか、完全にストレートだと思ったんですよ今。あれ、リリースなんですねこれ。リリース丸なんでしょうねこれ。全然わかんないですね。あー、これフォークじゃないのか。これはキャッチャー落下点に入りました。全然わからんぞ。先に点取られた方がおそらく負けますね。福谷さん頼みます。よし、完璧な内野陣。エビ島打ちます。そろそろ点取ります。ライジングショットか。うわ、フォーク。落ち着け。ライジングショットね。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。うわーっと、初めて投げるフォークボールね。打席には9番バッター。チャンスを広げていった。打った。落ち着け。来た。これ帰ります。これホームまで帰ります。いけ。オッケー。よし、つくも、空、コスモ。流し打ちを見せてくれるならインコースでしょ。インコ徹底してインコースですね。インコース流せないでしょ。危ない。守るが来たと。ナックルで全力ストレートインコースと。よく振らんなこいつ。
打球はファールグランド上、ファール。よし、よし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 。さあ、チームの司令塔イカリスダスム君、このにじみ出る育ちの良さで審判をも味方につけてしまうのか。いや、そういうのなしでしょ。第9を投げました。今お辞儀してたけど、そういうのなしでしょ。ダックルはボール、低めに攻めていた。選球眼いいな。高く上がった。セカンド左横のフライになりました。よし、守りきれば勝てる。4回の、さあ、そしてこの人、熱盛の俺もいるぜ。チャレンジャーズのキャプテン、当然な。初球はバットを出しません。ボール、攻めてきます。怒りに勝つ、必ず勝つ。内側、危ないボール。第3球を投げました。来た、マジか。掴んだ。え、一塁へ送る。怒りが弾いたか。怒りが弾いたっぽいですね、今の。さあ、蛇島が打席で不敵な表情。ボール、ボール、ボール。これは完全にボールです。カーブ、ボール、ボール、ボール。見極めろよ。投球、これから3球目。高く上がってます。セカンド、右横のフライング。ライジングショットね。これで2アウト。さあ、ここでバッターボックスは先ほどヒットを放っている鈴本。球数多く投げさせますよ、怒りにね。とにかく打ち取られるとはいえ、球数多く投げさせるってことがポイントですね。怒り降板させます。投げた、打った。おお、あれがヒットならんか。これで3アウト。前半ランナー出していると。打席には2番バッター、打ちました。初球打ち、これは内野へのフライダー、掴みました。落としたゲッツー、無理か。さあ、つくもが強調とバッターボックスに立ちます。インロー、よつくも怖いな。まずは決めてきました。つくも怖いですね。打ちました、ヒットになります。おつけ、下位打線なんでね。あー、来た、あ、4番か。守る？ケイ。よし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 。ちょっと危ないな、これ。鈴本がバテてきたんでね。鈴本が降板するとまずいぞ、非常に。さあ、外してくるのか。際どい打球、取りました。チャレンジャーズ、ピンチが続きます。気をつけ、打席には2番バッターが入ります。鈴本、ここでどうか。オッケー、打ち上げた。よし、あと1回、あと1回、もしくは俺に攻撃させてくれ。あ、2点入った、2点入った、やった。あと1人、あと1人か。あと1人抑えた、勝ち。怒りに勝てるぞ、怒りに勝てる。いけ、振らない。終われ。よしよし、しかも皆さん、3点差なんですよ。よし、ありがとうございます。勝ったぞ。3点差なんですよ。ってことは次の試合が俄然楽しくなりますよ。これはいけるんじゃないか。この今回の周回で、今回の周回で決勝ぐらいまでいけるんじゃないか。よし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 、レベルも上がってきたんでね。なんてことだ、この僕がここで敗れるなんて。どうだ怒り、雌雄は決したぞ。どうやら相手を甘く見ていたのは僕の方だったようだ。さらばだ、あとは応援しているよ。待つんだ怒り、俺たちと一緒に来てくれないか。昨日の敵は今日の友、ここからはチームメイトとして共に優勝を目指してほしいんだ。そうか、僕の力が必要か。
確かにこのまま不完全燃焼じゃ気分が悪いな。相変わらずの憎まれ口だな。でもこれで決まりだ。よろしく頼むよ、怒り。ふっ、仕方ないな。不本意だが合流してあげるよ。僕の足を引っ張るんじゃないぞ。これは心強い仲間がまた一人。ありがとうよ、ニコツベ。怒り来た。皆さん来ましたね。これは2人目の補給戦、あと2人補強できるんでね、まあ、当然進むくんですよ。これでキャッチャーはもう盤石。僕も音にしますよ、ニコツベさん。兄さんと一緒にきっとチームの役に立ってみせます。怒り進むが仲間になった。でかい、もう一人つくも手に入れます。チームのためになるよう、ワイも打撃の限りを尽くしますわ。つくも手に入れた。正直よく覚えてないが、つくも手に入れた。お、来た。いたな、こんなやついましたね。私もマネージャーとして参加するわ。試合後のアドバイス、みんなの技術向上に役立てて。来た来た、師匠か。さあ、勝利の後は会場を巡り歩くディアンスと。うわー、これはあまり試合を見せられると戦意喪失してしまいそうでやんすが、他球場偵察へ行けるようになった。じゃあ偵察行ってみますか。他球場へ。矢部くん、他の球場を見て行っていこうよ。そういえばまだ試合をしているみたいだったでやんすね。早く行ってよ。すごい打球、こんなチームを賛成してたなんて。やったー、でかい。台風がこのタイミングで来られるとまずいんですが、まああとは戦ってないところは敗退と。また仲間にねしたいなとも思ってるんですよ。まあ僕がね一度負けてしまったあの獅神交流と、あと極悪ヤンキース、あれはですね機会があれば生放送の方で、あ、台風来た、生放送の方でね、あとまた動画に同じチームとやるので戦うのもちょっとどうかなと思うんで、まあ動画外で僕が撮るか、まあ生放送で試合して撮りに行くかっていうのはちょっとわからないんですけども、また、手に入れておこうと思います。まあ動画内でできたらね、獅神交流とやれたら、まあそれはそれでいいんですけども、やる機会があればね。いやー、来たなー、守る手に入れた。これは嬉しい。がぜん面白いですね、これは。とりあえずまあ C まで上げて、まあ、コツ掴んでるやつはねもう上げますよ。 C まで上げて、 C まで上げて、まあ総力もまあ D まで上げてと。弾道は低すぎるな。弾道3ぐらいまで上げて、まあ、ミートのコツ掴んでるんでね、上げた方がいいのはわかるんですけども、まあパワーでしょうね、優先すべきは。まあ、エラーしたかなわないんで、上げときますか、補給もね。よし。ということで、一旦まあ、この辺で、終わりたいと思います。結構なね、友沢と怒り、仲間に入れてね、面白くなってきたというところで、一旦この辺で終わりたいと思います。まあ、改めてなんですけれども、YouTube の方でもね、あとニコニコ動画の方でも、やってますので、チャンネル登録、YouTube の方はね、チャンネル登録、ニコニコ動画の方はね、マイリスト登録、もしくは、コミュニティ登録、としていただき、コメントとかね、していただければ非常に嬉しいんでね。ということで、一旦この辺で終わりたいと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。